はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイージです。今回は提督の決断法バープキットの続きをプレイしていきたいと思います。ここまで提督の決断法バープキットに関してはショートゲームミッドウェー回戦とあとは、正論置き回戦ですね、プレイをしてきたと思います。で今回もショートゲームでですね、さらに艦隊運用の連動を上げていきたいなというふうに思っています。今回プレイしていく、じゃあその肝心の回戦は何かというところなんですが、今回はですねこちら第二次ソロモン回戦をプレイしていきたいと思っています。もちろん陣営は日本、大日本帝国でプレイをしていきます。では早速ですね中身見ていきましょう。1942年日本軍はフィジー、サモア方面への進出のためガダルカナル島に飛行場を建設した。だがこの動きはアメリカ軍に察知され、建設中の飛行場は占領されてしまう。日本は飛行場奪還を狙い巡洋艦艦隊を派遣、哨戒中の連合軍艦隊を相手に勝利した。アメリカ艦隊をおおむね撃破したと判断した日本軍は上陸部隊支援のため機動部隊を派遣。しかしアメリカ軍もフレッチャー提督率いる空母艦隊を派遣していた。ソロモン海域で海戦の火蓋が再び切られようとしていたということになっています。では戦況ですね、確認していきましょう。はい、では、勝利条件等を確認しました。勝利条件は敵の飛行場の破壊です。で、今ご覧いただいているのがちょうど史実に基づく、まあ、それぞれ、日本軍とアメリカ軍の艦隊の派遣状況ですね。でこれを見ていくとですね、それぞれ、戦艦が31、空母が33、巡洋艦が127、駆逐艦が3416ということで、まあ、日本軍の方が有利な状況にはなっているんですが、今回はですね、この史実に近い戦力を持って挑みたいなというところから、まずは空母を擁するこの日本第二艦隊ですね。ここには唯一空母が入っています。昇格、随格、竜城の3空母、まあ、1つは軽空母になっていますが、これが1つです。でもう1つ第二艦隊の方には戦艦が2隻、これも参戦させていきます。でもう1隻戦艦が入っているのが実はこの第5艦隊のみになってますので、この第5艦隊を派遣、まあ、これでですね空母の数が3、戦艦の数が3というところが合ってきますので、今回はこの第2、第3、第5艦隊を持って挑みたいと思います。で肝心の配置なんですけども、敵のアメリカ軍のガダルカナル島にある飛行場、もともとは日本軍が建設をして完成間近にアメリカ軍に奪われてしまったガダルカナル島の航空基地、飛行場なんですが、これがですねどこにあるかというと、実はもう確認をしていましてですね、画面の大きく3つ島が出てると思うんですけど、一番南の島にあります。なのでここに戦艦を要する艦隊をまずは派遣していく。で合わせて空母を率いる第2艦隊、これを敵の戦艦ないし14艦とかそのあたりの艦船にぶつけていくという戦い方をねしていければいいかなと思ってますので、まずは何はともあれですね、こちらの戦艦部隊を
敵の飛行場近くに寄せていくところからねプレイをしていきたいと思っています。でとはいえですね、その敵の飛行場からも飛行機が寄ってきますので、三艦隊特に空母を真ん中にして挟み込んでいくような形でプレイの方していきたいと思います。ですのでまずはですね第二艦隊をこちらに、でこの空母艦隊を挟むような護衛するような形で第3、第5艦隊を配置していきます。日中時間帯の海戦です。では早速ねプレイの方していきましょう。一旦ちょっとね敵のいわゆる戦艦部隊、迎撃部隊がどう出てくるかわからないというのもあるので、まずは無難にですねいつものように真面目にちゃんと偵察機を飛ばしていきましょう。偵察機を飛ばさないとね、痛い目見ますからね。偵察機をジャカジャカ飛ばしていきます。で、敵の艦隊を見つけ次第こちらの航空部隊を出していくという形ですね。なのでいつでも航空攻撃が出せるようにしていきましょうと言ってたら早速発見しましたね。まずは空母を潰しちゃいましょう。で向こうにも発見おそらくされているはずなので、こちらも移動を開始しましょう。まずはね空母を潰しちゃいたいんですよね、敵の空母を。結構頑丈かな敵の空母もね。さあ空母を追いかけましょう。戦艦が早くも大破したか。ちょっと思ったより早かったですね。さあ航空隊の第2波を出していきましょう。さあ敵の空母が旋回してくるので、ここで確実に空母を仕留めましょう。ここをね逃す手はない。おお、ただここで敵の
戦艦、重巡洋艦かな、これは。が来てますね。これはちょっと空母を逃がしましょう。このまま空母が攻められるとまずいことになりますね。敵の空母がまだ沈まないかな。戦艦が沈没したか。ちょっと思ったより手こずってますね。一刻も早く後ろに張り付かれてる従順かな、これは。お、沈めちゃいましょう。でちょっと停滞しているので、いよいよ敵のいる飛行場まで一気に進めていきましょう。これ以上空母がやられるとちょっとまずいので、一気に沈めましょう。ここで雨が降ってきたかな。雨が降ってきたとなると蓬莱駅船になるので、航空隊は引き上げさせましょう。というか、まあ勝手に引き上げできますからね。さあではここからしばらくはですね、まあ雨が降っている状態かつ野戦になっていくと思いますので、このまま ガダルカナル島の飛行場に近づいていきましょう。ちょっとこいつが画面右にいる戦艦ノースカロライナがちょっと邪魔くさいですけどね。ちょっとこれは沈めてもらうかな。これがいると空母が思わぬ形でダメージを受けそうなので沈めちゃいましょう。変なところでね、ダメージ受けたくないですからね。ここは確実にノースカロライナを沈めましょう。さすがに戦艦だけあって動きは硬いかな。もう大破寸前までは行ってるはずですけどね。
さあ前巻ではガダルカナルの方に行きましょう。で並行してノースカロライナの方を撃沈に追い込んでいきましょうか。こちらは駆逐艦がでもダメージを受けてますね。やっぱり戦艦はだいぶ硬いな。だいぶ艦列を乱しているので動きがもっさりしてますけど、このままガダルカナルの方に進出していきましょう。で勝利条件はあくまでも敵飛行場の破壊なので、敵飛行場を捕捉できたらですね、航空隊を全力で差し向けましょう。いや硬いですねノースカロライナは。でですね、あとツイッターの方をご覧いただいていた方は、ご承知おきいただいているかもしれないんですが、ちょうど先週ですね、僕がタイの方に遊びに行っていた関係でですね、今回がですね、そのタイから帰ってきて最初の時空になります。なのでタイ行く前と今このタイから帰ってきた後で実況のテンションにだいぶ差があるんじゃないかっていうとね、ところももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、やっぱりねタイは楽しかったんで、その分これからしばらくまたね日本で、仕事に費やす日々が続くんだなと思うと、多少テンションが上がりづらいところもあるんですけど、頑張っていきましょう。なかなかそれにしても沈まないな、ノースカロライナ。もうねボロボロのはずなんだけどな、こうやって見てもね。間違っても空母がね狙われないようにだけはしたいので、さ戦艦の撃破まではいかないかな。ノースカロライナ沈められれば今後もね、戦艦一つだいぶ変わってきますからね、有利に展開できるかなと思うんですが、まあこちらの空母がやられるわけにはいかないので全然いいでしょう。おお、戦艦落としましたね。ではこのまま敵の航空基地のあるここまで行きましょう。ここにねあるはずなんで、まあ、タイの方はですね今回は4泊5日で遊びに行ってきました。まあ、毎日すごく楽しく、過ごせたのでね、またタイに行きたいなと思ってるんですけど、次回タイに行く予定がですね、6月の上旬に行こうと思ってるので、まあ、2ヶ月ちょっと、まだまだあるので、しっかりと実況の方も進めていきたいなというのと、あとタイではですね、信長の野望、過去の作品全部やるっていうね、シリーズをプレイをしてきましたんで、まあ、そちらもね、興味ある方いらっしゃれば、ご覧いただければ嬉しいかなと思うんですが、と言ってるとここで戦艦が来たか。戦艦じゃない、これ従順だな、従順4艦クラスが来てますね。ここはもうすれ違うしかないな、このまま空母がいるけど。なんとかやり過ごしましょう。間違ってもね空母が被弾するっていう事態だけは避けたいので。いやー空母がもろに砲雷撃戦の真っ只中に放り出されたな。まだ真夜中、ミッドナイトですね、12時。クラスなのでまだマシかな。ただ髄核がこれ以上食らうと発艦ができなくなりますね。早々に沈めてしまわないと。
で砲撃はきっちりと当てていきましょう。で敵の航空基地を発見できるはずなので、ここで仕留めにかかりましょう。空母が無駄にダメージ受けるな。昇格が撃沈なんてことになるとちょっと笑えない感じになっちゃいますね。駆逐艦デイル、よし、撃沈しましたね。あとはこの航空基地を破壊する感じかな。で昇格はもう航空機が出せる状態、まだ出せるかな。甲板大破ではないのでまだ出せますね。結構ねやっぱり硬いんですよね飛行場は。でまあ、ちょっと話中断しちゃったんですけど、タイの方ではですね、信長の野望過去の作品全部やる企画の続きとしてですね、何個か収録をして動画の方はすでに公開をさせていただいてますんで、興味ある方いればねぜひそちらの方も見ていただければなと思うんですが、6月に行く時もまた同じく、この信長の野望過去の作品全部やる企画の続きをねプレイしていければいいかなと思ってますんで、ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思っています。で次回はですね、まあ、小生録風録とかそのあたりからねプレイをしていくことになるかなと思いますので、割と最近の作品に徐々に近づいてきてるかなって感じですね。あとはですね、まあこれもツイッターの話になっちゃうんですけど、ダイエットというか筋トレというか、まあというのをずっとやっていてですね、まあ、タイに行ったんで羽目を外してビールをたらふく飲んできてしまったんですけど、なんとか体重、体脂肪ともにあまり変化なくやり過ごすことができて、これもね、6月の次の包帯に向けて引き続き引き締めてやっていきたいなと思ってます。さあではそろそろ航空隊が出せるようになってますね。で敵の方も航空機出てくると思うんで、もう早々に沈めましょう。今航空隊に発艦命令を出してます。で、まあ、周りにいないとはもう思うんですが、一応ね偵察機はちゃんと飛ばしときましょうね、まあ、何があるかわからないんで。油断してるといつの間にかね、思わぬところから敵が飛んできて撃沈なんてことになると話にならないですからね。おお、敵の艦爆が来てるな。何かいるんだろうな。さあただこれはもうこのまま押し切りましょう。うん、破壊しましたね。ソロモン機械戦、まあこれソロモン第2次ソロモン機械戦になりますね。枢軸軍、まあ、つまり日本軍側の勝利ということで、勝利することができました。ちょっと見ていきましょう。ちょっと思わぬタイミングで敵の戦艦とこちらの空母部隊がすれ違う場面があって、そこで少しね戦力を失ってしまいましたが、まあ無難に勝てたかなっていう感じですかね。ちょっと見ていきましょうか。まずは敵の方の正規空母、そうなんですよね、敵の空母と相まみえないで済んだというのはちょっと大きいですよね。
で戦艦敵の正規空母も沈めたし、まあ、そういう意味ではそれなりに成果は上がったかなというところですね。残っているのがサラトガ正規空母、あとはニューオーリンズ、これ従順ですね。あと同じく従順でミネアポリスに、あとは駆逐艦のマグドノが残っています。でこちらは沈められたので言うと駆逐艦、戦艦の霧島を失ってますね。戦艦あとは駆逐艦を6隻ほど7隻かな全部で失ったという形ですね。航空機の方も爆撃機が少し損傷が多いかなというところ以外は、まあ、無難な形で勝利することができたんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今回は提督の決断をバープキットの中からショートゲーム第2次ソロモン回戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。引き続きこちらの方をプレイしていきたいと思いますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。